四季島は海上保安庁のヘリコプターに機搭載型巡視船。PLH-31 の記号、番号を付されている。船名は日本の古い国号である四季島に由来する。なお、建造当初は巡視船として世界最大であり、現在でも中国海警局の海警2901と海警3901に次いで世界最大級である。 日本の原子力発電所で生じた使用済み核燃料はイギリス・フランス両国の再処理工場でプルトニウムと放射性廃棄物に処理された上で保管されてきたが行き場がないために備蓄量は増加の一途をたどっていた。このことからこれを用いた MOX 燃料によるプルサーマル発電が試みられることになりプルトニウムを日本に輸送する必要が生じた。 まず、イギリスからのプルトニウムが日本に輸送されることになり、1970年代後半から1980年代初めにかけて4回にわたる海上輸送が行われたが、この際にはイギリス船籍の貨物船が利用され、輸送船舶に武装した護衛要員が同乗していた。続いて、フランスからの輸送が行われることになり、まず1986年に、 晴れ新丸による海上輸送が行われた。この時には、警備級南部に所属する海上保安官4名が64式7 6 2ト、mm、ル小銃などの火器を携行して、形状保衛に当たったほか、輸出国であるフランス海軍のフリゲートが日本近海まで交代で護衛し、アメリカ海軍の艦船も護衛に当たっていた。その後、1990年代初頭には、 フランスからの2回目の輸送が計画されたが、1988年の日米原子力協定改定を受けて、核ジャックなどに対する体制強化が求められた。この輸送の際の護衛を海上保安庁と海上自衛隊のどちらが行うかが政府内で議論となったが、内閣外政審議室のジャッジにより、海上保安庁が実施することになった。しかし、 出発地であるフランスのシェルブールから東海港に至る航路は2万回りを超える上に安全確保や航路周辺諸国の環状配慮の観点から途中燃料補給などは行わない予定であったことから当時海保最大の巡視船であった水保型巡視船ですらその任に耐えないことは明らかであったこのことから長大な航続距離と強力な監視警戒能力を備えた 巡視船として、平成元年度補正計画で開発されたのが、敷島であった。線形は既存の PLH と同様、全通甲板を備えた、朝鮮主郎型とされている。内部構造は軍艦に準じて、高換性に優れたものと言われており、船橋構造物は両舷に通路を廃止、中央部の区画も横方向の通路で細かく、区分している。 また船橋周りの防弾にはかなり留意されており、窓の内側にはポリカーボネート製の防弾ガラスを用意、外壁にも防弾板用の金具が取り付けられている。断片防御のみとされている同世代の軍艦よりもむしろ強固である可能性も指摘されている。なお、上記の経緯より、核テロリズムを警戒して本型の設計の細部は非公開とされており、上院の名前も、 船長ら数名の主要乗組員を除いては、海上保安庁職員名簿にも掲載されず、人事堂のリストにも掲載されない。主機関は、ディーゼルエンジン4機、合計出力3から4万馬力と推測されている。アメリカ海軍協会では、既存の PLH で採用されてきたセムットピルスティック、PC2 シリーズの V 型16機筒モデルである。 IHI セムット 16PC2 から 5V400 を搭載しているものと推測している。推進機は、ハイスキュードタイプの可変ピッチプロペラ、またバウスラスターも2機備えられている。なお現、ユラ装置として、フィンスタビライザー2組を備えている。式、島選手側の 35mm 連装基準と 20mm 多重新基準。主兵装として、 90口径 35mm 基銃の連装マウントを選手看板上の看板室と後部格納庫上に一機ずつ搭載した。基銃そのものは昭和53年度補正計画より装備化されたものであったが従来は機側操作の単装マウントであったのに対し本型では連装化して火力を増すとともに光学射撃式装置による遠隔操作が基本となった。 ただし一万一に備えて、木川操作機能と、移手席も残されている。また、船橋直前の量源には、20mm、多重新機銃も搭載された。これもやはり従来は、木川操作であったものをもとに、光学射撃式装置と連動して、遠隔操作される箱型の単装砲塔に組み込んだ、ものであり、JM61RFS と称される。 これらは当時の巡視船としては強力な兵装であったが、これでも軍艦に比べて武装が軽すぎるという批判があった。またこのほか、格納庫の両原に砲水銃を装備していた。なお本船では、巡視船では唯一の対空捜索用レーダーとして対空監視装置を備えているが、これは海上自衛隊のオプス -14 あるいはその改良型とみられている。 全天候型の救命艇と警備艇を各2隻搭載した。この警備艇のうち、右舷側の PLH31M3 はプロペラ推進艇、左舷側の PLH31M4 は旋回域での使用を考慮したウォータージェット推進艇であり、看板室の形状も異なっていた。また格納庫上の前端には複合艇とその溶庫用のクレーンが装備された。 本船の最大の特徴が、8トン級と大型の AS-332 ヘリコプターを2機搭載、運用できるという強力な航空運用能力である。これは巡視船、宗谷の初期設計案、続いて、水保型巡視船の初期計画で検討されたものの、いずれも断念されたものであった。搭載機の編船1992年4月8日に、春行し、 横浜海上保安部に配属された。竣工直後の11月には、フランスのシェルブールから日本の東海港までプルトニウムを輸送する赤月丸の護衛に当たった。なお、この護衛任務の際、シェルブール出港直後に、環境運動家の抗議戦に体当たりされて警備が損傷を受けたが、任務遂行に支障はなかった。上記のように、 本船はもともとこの護衛任務のために建造されたものであったが、第2回目以降の輸送は行われなかったため、以後は他のヘリ順と同様の業務に従事することになった。また、特に長大な航続距離を生かして、広域紹介や東南アジア諸国への派遣、尖閣警備などに活用された。その後、2018年3月25日には、 鹿児島海上保安部に配属がえとなった。ありがとうございます。